本日ですね、10月1日、コールオブデューティーのモバイル版が、ようやくリリースされました。もう長かったよね、これ。もう1年以上待ったんじゃないかって言いたくなるんですけど、ようやく今日インストールすることができました。早速遊んでいきたいと思います。これはゲストかな。まずアカウントを作っていくと思います。名前、緻密、シンプルで、これでいこう。OK! お、いけた。誰か名前使ってなかったとか、そういうのはなかったのかな。さあ、ゴーストサイモンライディ。兵士をブーストキャンプによく来たな。ボサッとするな。戦場が待ってるぞ。OK! そこ。もうチュートリアル始まったね。左画面をスライド移動。ほい。で、こちらで、移動なのかな。あ、ちゃうか。こちらで、これが、コールオブデューティー、COD の世界。おー、FPS ゲームだね。よくあるね。これをタップして、拾う。おー、アサルトライフル手に入れた。ここまで移動しました。シンプル射撃、チュートリアル。クロスヘアを合わせてみましょう。お、敵出てきた。あれ？あれ？うっ。勝手に撃っちゃった。あ、いいの？勝手に撃っちゃくれたよ、これ。照準ボタンを押して、ターゲットにクロスヘアを合わせて射撃だ。ほい。ちっこい。ちっこい。おう。ほれ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 。勝手に撃つのか。そうか。まあ、これは後でね、オプションで変えられると思いますけど。上級モード。何でしょう、こっち上級モード、これこれにして設定で戻る。ほい、よくあるタイプだよね、これね。で、ここでドド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 
好みの上級でしょう。まあ、後でボタン配置も変えていきます。自分4本指で遊ぶことになると思いますね。完全に2本指で遊んでねっていう。これ押しづらいな。スナイパーナイフル。ライフルじゃなくてナイフル。次のターゲット。出てきますね、これね。エイモを投げき、あ、すごい。おお、これは楽ちんだ。いい。何これ？プレデターミサイルを、ミサイル？いいの？わあ、すごい。あ、これがいかにも COD って感じ。2回タップしてブースト。何？ブースト、あ、もっと早く出るってことか。たった一人で殲滅しちゃった。すごくわかりやすい。そして何より、画像がすごい綺麗。これがシオリンモバイルなんですね。おめでとうございます。チュートリアルこれでクリア。よくやった。ブートキャンプを無事に終了したな。ストアから武器を調達しろ。さあ、やっぱね、こう武器がもう欲しいんだけど、せめてこうドットサイド、ホロサイト最初から欲しいなと思うんですけど、これ M4。 このゲームでは M4 が標準で手に入ります。これ武器格差とかってあるのかな。 武器格差とか出てくるかな、これな。戦闘前にロードアウトを確認しろ。ね、これ。武器1。武器とアタッチメント。ほい。これが、オペレータースキン。スキンですね。なんだろう、これ。リーサルタクティクス。レベル上昇と奥のロードアウトアンロック。メイン武器を、スロットをタップ。今手に入れた。M4 に交換しましょう。できれば、サイト欲しいな。ホロサイト欲しいな。手を貸してくれ。え？もういきなりこれ、マルチプレイヤー？嘘。本当にこれ。
じゃあ、これ100人で戦うってやつかな。うわー、これ 5人か。もうどうベタクソだと思うんだけど。うん、これでいきますよ。ロードアウトを選択。おう、もうボタン配置も、あ、一応これ3本指でやれるな。うん、さあ照準ボタンが非常にちっちゃいです。お庭、庭の外、わからん、敵が味方かどっち、わからん、赤色だと思うんですけどね。ん、あ、ここにいた。押しづらい、押しづらい。これやっぱあれだね、ボタン配置。よし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 、横から一方的に行こう。うわー、あ、お前敵だろ、お前も敵だろ。これもしかしてボットか。これ5対4今ん、ポイント的に5対4いた。あ、これなんかボット臭いぞ。なんかそれとも俺が強すぎる。え、よし、一発も食らってない。無敵兵士っぽい。うん、これは完全にあれだね、僕以外の全員があれか、ボットってやつ。た、弾がね、え、何それ。あ、完全に弾がない。え、弾ってどこで手に入れるのこれ。どうすりゃいいの。自宅に戻ってきてどうこうとかって。これは、あ、なんか出しちゃった。あ、来てる、来てるよ。なん弾がないんだよ。どうすりゃいいんだ。こっちか。よし、ナイフ使いや。弾くれるとかそういうことじゃないの。弾くれる。ちょっと待って、これで弾回復する。やったー、弾回復した。61発あるよ。さあ今なんか、うわ、さすがに死んだ。あ、これ人間もしかして。さすがに、さすがに死んだ。定期的にやっぱこの手のチームデスマッチは死んでいかんとダメだね。何その死んでいくっていう。14対12、結構熱い戦い、接戦ですよこれ。よし、照準ボタンが押しづらいな。照準がね、どんどん相手の敵地突っ込んでいくわ。こんなとこまで来ていいのか。裏取りってやつだこれ、裏取り。そして全然いいね。結構こうなんか裕福そうな家庭じゃねえかこれ。待て、おら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 。あ、食らった。待って、あ、でもすぐ回復した。おい、痛いぞ。あ、やった、勝った。20対16。多分ねボットだと思うんだけど、そんなにこう楽な試合じゃなかったよね、うん、ひどい。ひどい射撃だこれ。さあ一応これでも勝ってたんだ。さすがにやっぱあれだね、うーん、ボット戦といえども、ボタン配置変えていきたいね。4本指でやっていきたいです。やったー。一応これでも勝ってたぞ、うん、多分ボットだと思います。ありがとうございました。レベルアップ、やっぱせめてちょっとホロサイトが欲しいな。うん、グレネードも使っていきたい。武器は3つまで持てるのかな。そう、おー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 おお。報酬が獲得できる。いただきます。レベル2に到達したね。うん。おう、グレネードだ。この手のやつは仲間とか殺さないかすごく気になるけど。いただきますよ。バトルパス、あ、
ありがとうございます。まあ課金してないけどね。いただきます。あ、やっぱりこれも装備しろって。あ、こっちがサブウェポン？投げ物っぽいね。今後いろんな、なんかサブ武器みたいのが手に入ると思う。え？アップグレード。そんなことできんの？え、これ？これ？あ、なんか、いいの？これで。M4 がレベル2になり、新しいアタッチメント。他のスライド。うん。ほい。今な、あ、サイト？レッドドットサイトだ。あー、よかった。これで、見やすくなるんじゃないですかね。はい。よし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 。あ、AUG あったぞ、今。見た目で分かったわ。じゃ、AUG じゃなかった。ゾンビジーン。全然知らねえ。さあ、一旦、あれ、チュートリアルとマルチプレイヤーをやったけど、さすがにボタン配置変えていこうか。あ、何これ。MP モードと、なんか BR モードって2種類あるんだ。さあ、これ、なんだろう。射撃モード、ワンタップエイム。ワンタップエイム。とりあえずカスタマイム。カスタマイムしたいね。あ、まずこの左射撃を大きくしたい。おお、なんかはみ出しそう。左射撃がはみ出しそう。こんな感じか。うん。で、え、なにこれ、なんのボタンなんだろう。これもっと大きくしたいな。あ、ここまでしか大きくできないの？これなんだろうな。いずれ出てくるの？この武器が。ちょっとこの辺移動しよう。照準ボタンが思ったよりも小さい。うん。これで頑張れるかな。で、もう一個射撃はこっち側に置いちゃえ。ジャンプボタンと、ちっこいよね、これ。ジャンプボタンちょっとちっこい。140% ぐらい。うん、しゃがみも 140% ぐらい。まだ一度も使ってないね、今思ったら。さあ、これリロードボタンでしょ。リロードボタン結構大きくない？141% になっちゃったけど、ひとまずこんな感じ。もうちょっと大きくしよう。150かな。150。こっちも150。さあ、こちらも150。うん。これでいいかな。なんか、これよくわかんないけど、これで、今のはできた感じ？うんうん。いいっぽいね。よしよし。保存。うん、よし。じゃあ一旦戻って、これ多分、あ、レベル7になるとバトルロイヤルができるっていう感じが。じゃあもう一度マルチプレイ馳せさんじてみましょう。さあ、これで、さあ、ボタン配置も交換しました。そしてレッドドットサイトも手に入れた。負ける気がしないね。これでしょ。あ、青色。ジャンプ。ジャンプ。伏せ。これがグレネード。ほう。移動できねえ。これは待機しろで。さあ、また、あれか、ボットの集いか。2試合目もボットなのか。行ってみようか。レベル7になるまでボットとか。いた。
結構弾がリロード早い。30発しかないからね。さあ弾が今60減ってきてるよ。虐殺、虐殺。死んだやつのアイテムをリロードっていうのも大事っぽいな。これこっちだぞ。はい、もうさすがに自分でもわかるわ。これはさすがにもうボットだと思います。いろんな武器落ちてる。でもひとまずちょっと M4 でいきたいっていうのもあるけど、この辺の武器使ってみるか。何これ、もう一個今ボタンポチしてる。何だったんでしょう。わああ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 あ、さすがに弾が切れた。取りに行こう。これもしかして何、スナイパーじゃない。ほいっほいっ、ヘッドショットじゃなかったけど、ほいっ、あ取られた。ほいっ、外した。下手くそだってバレちゃう。もう一発行こう。全然当たらん。さすがにですよね。これあれか、20ポイント取ったら先に勝ちみたいな。さあ突っ込むで。やっぱり最初は序盤はアサルトで頑張りたいところ。この家の中好きだね。上にもいる。おおおいおおおお、出会い頭22ポイントいってる。そこがスポーンポイントだからね。ダメージ入ってダメージが入ってない。グレネード投げてみよう。どうや、あうまくいった。今の弾減ってくるな。弾が減ってきた。2階からピョン。それあっとうとう、弾が8発しかないよ。弾が8発しかないよ。あ、これください。なんだろう。ただ弾回復。敵の目の前で。これは、あ、50人か。目標50人。書いてあるね。標的50って書いてあるね。結構、数多いな。仲間もボットだと思うんだけど、今のところ無双してくれてる。序盤としてはすごく非常にこう難易度的にいいよね。いろいろ練習したり勝ったりとかっていうタイミングだと思うんで。おお、あースナイパーで撃たれたか。2回タイプでスキップ、早いんだね。あと6ポイント、5ポイント。さあ圧倒的じゃないか、45対18。おい、お、こっち。あー、あららららら、ら、あと3ポイント。早いもんだ。そこ。あー。2回タップして。あー、あと1ポイント。最後、なんか取りたい。最後取りたいよ。ナイフでいこう。へーっつって。何もする。最後できないまま終わりました。あ、そう。え、な、何この人。おお、ひどいとこ打つね。ひどいとこ打つ。さあ、これマルチプレイが 2試合目終わったけど、どういう具合だろう。勝利しました。うん。これまたなんか変えるんかな。レベル3。まだまだあれだね。バトロワモードまでレベル7上げないといけないらしいからね。まあ、バトロワだけってわけじゃないけど。
さあ、勝てました。どこを選ぶべきなんだろう。ロードアウト。これ。さあ、武器が今2つだけど、このアップグレード、武器 XP カード、いろいろこれやってみようか。100ポイントってあるね。なんか武器を強化していくといろいろ手に入るって感じか。これ、お、大容量もマガジン手に入ったんじゃないのかな。これも、つけれるんだ。やったやった。装備。やったぜ。弾の数どんぐらい増えたんだろう。サプレッサー、フォアグリップ。なんかサプレッサーつけたくなっちゃった。よし、こうか。なんかもう全部つけちゃえ。さすが。何これ。M4 最強じゃないか、もう。最強装備。おいおい、いいのかよ。サプレッサーにグリップにマガジンにサイト。いいの？なんかいきなり最強になっちゃったんですけど。他になんか見るところあるかな？これオペレータースキル。なんじゃらほい、これ。ビューリファイヤー。なんだろう、これ。火炎放射器。おお、ビューリファイヤー。これゲットした。これは、試合中に使えるんかな。じゃあ、ひとまず、こんな具合で、戻ってきた。よし。じゃあ、といった感じで、いろいろ、なんか、マップだとか武器だとかスキン、いろんなものを解放して遊んでいきたいと思います。はい。